タンゴミヤズ TV です。こんばんは。こんばんは。今夜はですね、ゲストの方においでいただいておりますが、怖い人ですか？怖い人じゃないですよ。大丈夫ですか？はい、なんか今日は団長が来るっていうことだったんで、はいはい、なんとか団の団長の人かと思ってちょっとビビってたんですけど、いやいや、そういうなんとか団の人じゃないっていうことですね。大丈夫ですね。消防団でもないです。あ、いや、じゃあよかったです。一瞬ちょっとひるみましたけども普通の一般の、はい、優しい方で大丈夫ですか？はい、自己紹介していただいていいでしょうか？はい、はい、私、丹後吹奏楽団の団長をしてます、田中と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。田中さんはじゃあ団長さんなんですね。はい、よかったです。反社会的ななんとか団の団長さんかと思ってたら普通に音楽をやっているいい人だったっていう、よかったです。そうです。ちなみにですね、はい、丹後吹奏楽団っていうのはどこにあるんですか？京丹後市にありまして、はい、まあ団員はね、宮津、与座、大宮、京丹後市、あと福知山ぐらいからも来てますね。もうオール丹後みたいな感じですね。伊根町はいらっしゃらない？伊根からは来てないですね。あ、そうですか。意外と遠い伊根町。あ、山越えないといけませんからね。でも丹後町の方が遠いかな、もしかしたら今の時点。ああ、確かにそうですね。レーダー基地とか遠いっすもんね。なんすかね、あの遠さは一体あれは。なんですか。でもあの辺も来てる子いますからね。あ、本当ですか。うん、じゃあ遠いところからね、はるばるおいでいただいて。はい。活動拠点としてはどこになるんですか？どの辺りに？大宮のインターを降りたあたりが森坊っていうんですけど、はい、あそこに旧大宮第三小学校っていうのがありまして、降りて右か、あ、そう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 、はい、そこの小学校のランチルームを借りて、はい、練習してます。あ、元小学校？元小学校。今はもう廃校で空き家になって、うん、チップ工場とうちとが入ってるような。あ、そうなんですね。と、はい、いうことは別に音出してもなんか近所の人がちょっと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 子供が寝てるんですとかっていうことにならない？もう全くない。24時間吹きたい、まあチップ工場の人がやかましいっていうかは分かりませんけど。そうですね、確かに仕事してますから ね。それ以外の夜とかはもうやりたい、あ、吹きたい放題ですね。あ、本当ですか。だ、野生動物の声の方がうるさいぐらいの感じですかね。野生動物が逃げていい感じかもしれません、ね。そうですね、音しますからね。熊よけになるという、うん、ちょうどいいですね。だから町の人もだからそこでね、楽団さんが練習してくれることで熊よけになっているという、ね、相乗効果が発生しているということですね、はい、素晴らしい、はい、あ、こんばんは。全国のですね、廃校になった、あ、こんばんは。全国の廃校になった小学校の、再利用は楽団を入れるっていうのがいいんじゃないですかね。山奥は特にね。そうですね。鳥獣被害とか、どうしようかと思ってはる地元の皆さん、楽団を呼んだらいかがでしょうか。いうことでですね、大宮の第三小学校、はい、跡地で現在ですね活動中、丹後吹奏楽団の皆さんでございます。ちなみにメンバーは今何人ぐらいであるんですか？今50人ぐらいですね。あ、本当ですか、はい、幽霊団員含め50人ぐらい。そうですね。あ、幽霊団員もいらっしゃるんですね。うん、いや、まあ、幽霊、そうですね、はい、サークルスクエアみたいな、そういうメールグループみたいに入ってるのは67、7人、まあ、で実動が45人、はい、6人ぐらいかな。あ、まあでもほら各ご家庭のご事情とかもありますから ね、はい、うちちょっと母の介護でちょっとそんなもう楽器やってる場合じゃないんですよという方もいらっしゃるでしょうからね、
まあ、そういう方はまた後々ね、何年か後とかに復帰されるかもしれませんし、今日はですね、その丹後吹奏楽団の、団長さんにおいでいただきまして、近藤師匠がどうしました、そうとっさに出た例がね、うちの母の、そう、あのね、この番組に近藤師匠っていうのがね、ずっと出てはったんですけど、お母さんの介護で今お休みされてるんですよね。なので毎回ゲストの方においでいただいて助けていただいてる番組になってます。なるほど。なので皆さんの、ご出演、そのおかげでなんとか成り立っている丹後宮津 TV でございます。まあ、そんな近藤師匠の話はさておきですね。ちなみにこの丹後吹奏楽団の今日おいでいただいた、おそらく一番大きな目的が終わりだと思うんです。はい、まさか別に何もないけどちょっと来てみたわっていう感じではないとはもちろん思うんですよね。はいはい、なのでこれご覧になってる方も、あれ丹後吹奏楽団これなんかあるんちゃうんっていう薄々感じてあると思うんですよね。はい、なのでその辺の話をですね、まあ持っていかないことにはいかんだろうなっていうところもあるんですよ。なので団長、近々何かもしかしたらあるんじゃないですか。はい、さっきもちらっと見せましたが、はい、12月3日に第34回の定期演奏会を行います。はい、で今回の定期演奏会、指揮者うち今大変困ってまして、はい、でね、なかなか指揮者はいないしどうしようかなって思ってた時に、まあ、ずっと付き合いのある今西正和先生いう先生に、はい、若手のいい指揮者いませんかね言って相談したんです。そしたら私が行ってあげるよっていう感じで来ていただけまして、まあ、なんとかいい演奏会ができればなっていうふうになっています。いい人ですね。うん、そう、今西正和先生って、はい、劇団指揮とか、はい、東京構成とかで指揮を振ってたことがある方で、あ、じゃあもうその筋では、うん、結構ね、すごいめちゃめちゃ有名な、でこっちにも結構縁があって、はい、ずっと宮津高校にもコンクール前には教えに来たりとか、あら、そうなんですね。でうちも10年以上の付き合いで、あら、で結構京都市内の方なんで馴染みが深くて、そうなんですね。はい、じゃあ宮津高校の生徒さんとかが、いや先生久しぶりみたいな感じでおいでになるやもしれないという、かもしれないです ね。あ、そうなんですね。と、はい、いうことは、今ちょっと困っていたその指揮者不足を、はい、なんとかこの、うん、今西先生にお願いして、うん、はい、なんとかできましたんで、はい、今回の定期演奏会はうまくいくんじゃないかという、はい、そんな運びですね。はい、よかったです。そうそう、今西先生ありがとうございます。はい、ノーギャラで、いやノーギャラじゃないですけどね、はい、今回京都府文化団体等継続支援事業っていうやつの補助金がいただけることになります。じゃあもう、そういう京都府様々で、はい、京都府の、あ、いうか、あ、京都に在住の皆さんのおかげで、納税者の皆さんのおかげで、はい、なんとか今回、先生呼ぶことができました。ありがとうございました。店主になり変わりまして、おめでとう。いや、目の前にいますけど、はい、ということで、じゃあ今回は、はい、その先生においでいただいて、はい、張り切って楽団がですね、はい、演奏するという、あ、ちなみにリハーサルとかはどんな感じで先生とやらはるんですか。ちょっと聞きますね。あ、カメラがちょっとすいません、カメラ汚れがございました、拭きました。先生とはリハーサルとかで一回合わせるみたいな感じですか。先週の日曜日にも来ていただいて、はい、ゲネを行いました。ゲネプロ、うん、はい、で、まあ、その前にも2週間前に土日で来てもらって、はい、であとはもう
当日前日。あら、そうなんですね。先生は厳しいですか？いや、そんなことないですよ。あ、なんか優しく、はい、うん、ただね、あの、はい、今年演奏する曲にレイオンキングスがあるんですよ。あら、もうだからもう先生に当てつけみたいな感じ。それを決めたのは今に先生をお願いする前に決めたから、おっとこれは大変な曲だからほらもう挑戦みたいな感じになってる。、ね、あ、だから先生のそのねリスト見た時は何やん、何やん、何やん、挑戦か。なりますね、やっぱ当然ね、当然なりますよ。ええ、でもそれやっぱり乗り越えていかないといけないんで、ね、楽団の皆さんもですね、ちょっと今回は気合入ってるんじゃないでしょうかってことですよ。あと2週間もあるし、やはり考えようですね。ものは言いようですよ。ええ、2週間もあると捉えるか、2週間しかないと捉えるかの違いですけどもね、はい、ええ、まあ2週間ですから、なんとかその間に、はい、ええ、先生がおおこれなら大丈夫っていう、うん、ライオンキングこれもう堂々とやっていきましょうよって言っていただけるぐらいまでですね、仕上げていかないといけないわけです。ちなみに今夜もどこかで皆さんが練習されている感じですか？あ、いやね、やってる子もおるかもわかるんですね。はい、まあね、まあそうだって、パーカッションとかはできないですもんね。やっぱその第三小学校の跡地に行かないことには、さすがにティンパニーとかは叩けませんから、家でやってたら、おーちょ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 ってなりますからね。何してんねんってなりますから。デンドンデンドン見てる場合じゃないですよね。いや、こそっと行って練習してるかもわかりません。あ、そうですね、ぜひ楽団の皆さん今ですよ、やるなら今ですよ。ちなみにあの、はい、バンドマスターさんというのはどなたがやってあるんですか？ね、戸石ゆり子ですね。あ、戸石さんがバンドマスターで、はい、じゃあ厳しく指導をしていると、はい、もう絞りに絞って、そうですね、あ、その音違いますよっていう。そうですね、あ、4段目の3つ目の音ちょっともう一回やりましょうかっていう、あ、知恵であれだから違うって言ってますやんかっていう感じの、そうそうそう、絞られ方で毎回戸石さんに絞られてる、戸石なのに絞ってくる。戸石なのに、戸石なのに絞ってくるっていうんですね。、はい、怖いですね、うん、本田もね、あの刃物が光が見える人なのに、そうそう、絞ってくるっていう、ね、日陰に磨いてるんでしょうね。あ、そう、自らのね、自らの刃を、ピカピカに飛びにいただいてますよ。と、はい、いうことで、戸石さんがですね、うん、ピカピカに絞った楽団が、うん、何日でしたっけ、12月の3日です。12月の3日、はい、夜の6時半開演です。はい、どちらで行われますでしょうか？丹後文化会館で行われます。丹後文化会館ですよ、丘の上にございます。丹後文化会館で行われます。ちなみにチケットはこれおいくらでしょうか？はい、前売りが500円、はい、当日が600円になります。安っ、うん、牛丼一杯食べれるかどうかぐらいの価格ですね。はい、ほら小麦粉が値上がりしてる昨今ですから、何でしたら菓子パン4つ買えないぐらいの値段です ね、 ね、4つ無理ですよ、500円で今、ね、いや牛丼の方々さん、そうですよ、本当そうですよ、ね、何やったら牛丼とか漬物とか足したらもっと高くなりますからね。卵とかね、味噌汁とかつけたらそれこそまあまあ長くなりますよ、うん、あ、回転寿司だから4皿いけるかどうかぐらいのとこですもんね。はい、お安い、激安です。皆さんに喜んでもらうのがね、目指した活動なんで、地域、そうですね、はい、ちなみに団長の中で一番手応えのある楽曲ってどれですか、今回のセットリストの中で。できてるできてないは別にして、はい、サザンオールスターズメドレーは懐かしくて楽しいですね。これはもうだからシニアの人たちにとっては、うん、あ、この曲知ってるっていう、はいはい、ほんのりなんかそういうメロディーが聴けるという。で、今年の定期演奏会は、はい、難しい曲はほとんどなくて、はい、もうメドレーメドレーって、そんな、まあ、さっき見たライオンキングのメドレーとか、はい、で今サザン言いましたし、まあ、そういう、はい、なんか聴いてて楽しいというか、みんなが知ってる曲ばっかり並べたんで、はい、ある意味みんなが知ってる曲いうのは難しいですよね。そうなんですよ、そこなんですよね。ね、
ほら特にファンの方がいらっしゃると、うん、いやいやそうじゃないっていう感じになっちゃいますから ね, ねえそうさっきのなんか引っかかるわという、うん、あの音ちょっと半音違うわみたいな感じになりかねませんから、うんうん、これ相当だからプレッシャーですよ、うん、逆に ね, ねそうなんですよ、そんな自らですね、はい、巻き菱を巻いた上を渡るような演奏会でございますよ、はい、いうことでもう一度その日付とですね、はい、時間と、はい、お値段を教えていただければと思います、はい、12月3日、はい、丹後文化会館で18時半から、行います、はい、チケットは前売りが500円、当日券が600円になってます。皆さんぜひ遊びに来てください。そうですね、ぜひおいでいただきたいと思います。はい、ということでですね、はい、まあ、今その定期演奏会に向けて、まあ、楽団員の皆さんもですね、はい、もう切磋琢磨していただいている真っ最中だと思いますけれども、例えばですね団長、このね、はい、定期演奏会フラッと来た人で、うん、いやなんか私すごい感動したわ言って、うん、私なんか楽器やってみようかなとなんかちょっとふと思ったわとかあると思うんですよ。あの楽団って経験者のみしか入れないんですか？ね、やっぱりある程度経験した人がいいですね、はい、あの一から教えるのはなかなか難しいかな。あ、そうですね、確かにね、どっちかで言えばあやりたいったらあのなんとか教室があるからここの教室行ってみたらとか、あ、なるほど、うん、そういう紹介をさせてもらって、まあ中学校でやってたよぐらいのレベルの方だったら全然ウェルカムです。なるほど、うん、昔取った記念塚じゃないけど、うん、そうそう、中学校の時1年吹いてたわとか2年吹いてたわぐらいの人だったらまあ、ね、ちょっとすればまあまあできるかなっていう。しかもこれあの団長ね、吹奏楽団ですから、はいはい、やっぱりその例えば私ピアノをやるんすけど、うん、入れませんかなんてなるとちょっとそれは難しい感じ。いやいや、今年サザンなんかピアノ全然いっぱい使いますし。あ、本当ですか、はい、曲によってピアノとかもあるんで。あ、でピアノ弾ける人は割にマリンバとか、はい、あの鍵盤楽器が弾けるんで、ね、確かに、うん、だからピアノ弾ける人は全然 OK です。じゃあ、俺ロックやっててエレキ弾けますよっていう。ね、うち今エレキベースを弾く人は演奏会にも出るんで。あら、そうなんですね、はい、でギターもあればあったでそういう曲をするときにはありがたいですし。あ、なるほど、はい、哀愁のヨーロッパとかみたいなのでやるときに、はい、いいですね、はい、今一番欲しいパートってどこですか？ね、今はうちはねサックスがだいぶ少なくなってきて、サックス、 あとクラリネットももう少し欲しいかな。クラちゃん、はい、いつだかラジオで言ったらファゴットは来ませんね。ファゴットはだってファゴットやってますっていう人があんまりこの世の中にだっていませんもんね。あのちなみに団長、今までの人生の中でですね、はい、私ファゴットやってましたっていう人は何人とお出会いになりました？3人ぐらいかな。本当ですか？ああ結構上位、うん、団員にもいましたしね、ファゴット。本当ですか？はい、あのこれをご覧のですね、私ファゴット弾けるけどっていう方いらっしゃいましたらぜひ多分吹奏楽団までご連絡いただけると優遇します。あとサックスはどうウェルカムですね。そうですね、あちなみにじゃあ団長一つ、はい、ここでお約束とかをしていただけるとありがたいんですけど、はい、例えばですねファゴット私やってますっていう方がもしおいでになったら、はい、もう面接なしで合格っていう。そうですね、あの楽器を持ってられる方がいいですね、はい、あの団もファゴットは持ってないんで。あ、ストックがない、うん、ストックがない、ね、マイファゴット持ちの、うん、ファゴット奏者の方もしおられましたら、あ今な ら, だから面接なしで即採用です。即採用、即採用プラス、あじゃあ副団長も副団長のポジションも差し上げます。副団長差し上げます。ファゴットの方、これをご覧の、ファゴット持ちの、方はぜひ
お問い合わせいただければ。何かあったらどうすんだ。いや本当ですね、何かあったらどうしよう。勝手に言ってますけど、ね、いうことでファゴット持ちの方、はい、募集してます。サックスの方も募集してます、ね、サックスは、どんな高いの低いの。テナーとアルトが、まあ、基本的にはね、そうですね、はい、ソプラノしかわし不関与しても大丈夫、ぜひ来てください、はい、バリトンも、はいはい、ウィルコムです、お待ちしております、はい、ファゴットとサックス全般お待ちしております、うん、あと他に欲しいパートとかありますか。あとはクライネットか、ね、クラちゃん、クラちゃんもぜひ、はい、じゃあファゴット、クラちゃん、サックス全般お待ちしております。パーカッションとか足りてますか。うん、今のところはね、はい、あ、そうです、うん、じゃあパーカッションは大丈夫です。別に来てもらっても大丈夫来てもね、いくらでも来てもらったらありがたいんで、はい、ピアノでも、はい、あのこの演奏会をご覧になって、うん、いや私もここでやりたいわーいう思われた方はお問い合わせいただいて、うん、そして練習は、はい、元第三小学校でやってますんで、はい、そこまで自力で来れる方ですね。そうですね、水曜土曜でやってるんで、はい、はい、ぜひお問い合わせください、はい、ちなみにホームページとかはあるんですか。あります。あ、じゃあ丹後吹奏楽団で、はい、検索してもらえると、はいはい、出てきます。出ますちなみにどんな記事とかが出てるんですか。今は多分練習日程とか、はい、あとはまあ今年やったイベントをこんなんやったよとか、そういう系統が Facebook に連動していくと思います。あ、なるほど。あの地域の夏祭りに出ましたみたいなやつが載っている、はい、だ過去遡っていただくと、だからどんな活動をされている団体なのかということがよくわかります、はい、はい、割とフランクにあっちこっちに、はい、ユーフォライトサックス、クラリネット、はい、あ、そうそうそう、募集してます、はい、ぜひ救護です、はい、ぜひ我こそはという方、うん、おいでいただいて、 まずはでもあれですね、定期演奏会をご覧いただいて、はい、あ、これは私ちょっと入りたいわっていう思った方は気軽にお問い合わせいただければと思います、はい、面接なしで即採用のパターンもございますし、はい、ファゴットは特に、はい、ちなみに団長、はい、もう今日これね、はい、丹後宮津 TV という生配信でお届けしている番組なんですけど、はい、なんかこれだけは言うとこう思って今日お持ちになったこととかあったら今のうちに言っといていただけると、うん、そうですね、これだけは、はい、うん、娘にやってやったぞ、おい、見たかそうね、お父さんより私の方が上手って言ったんですね娘が、はいはい、いやいや、頑張ったよ、お父さんはとこですね、ありましたよ、お父さん、はいはい、どうだいうとこですね、はい、あのじゃあ次回はですね、団長さん、はい、あの娘さんとじゃあ一緒においでいただいてそうですね、あの来年の定期演奏会前のですね、娘さんとおいでいただいていい、どっちがうまくプレゼンテーションできるするか言う、はい、はい、いうのでどうでしょうかね、面白そうですね、ね、はい、よろしくお願いします、はい、ということでですね、はい、今夜は丹後、吹奏楽団団長の、田中団長、はい、おいでいただきましてですね、定期演奏会のお話と、はい、あと団員募集、はい、割と大急ぎで割と大急ぎで募集しております、はい、あ、今おいでになってもあの今度の定期演奏会には出られませんけど、うん、次回の定期演奏会、来年の定期演奏会には出れますし、2月にね、はい、もしかしたら日米交流音楽会をやるんですよ。あれですか、その京丹後市のレーダー基地ので、あの座間から米陸、今年は陸軍が来るとか、音楽隊が来るんですよ。ガチのやつじゃないですか、うん、そこのプロとうちのアマチュアが一緒に演奏会するっていうのも2月にあります。すげえっすね、雪降るのに。さあさあ大丈夫ですか、そのザマからそのこの雪の降るとこにびっくりするでしょうね。だって雪の降らないとこからですからね、
めちゃめちゃ雪降るとこにやってきて、しかも楽器をやるという手こぼえて動からんわんよねいう時ですから ね大丈夫なんでしょうか ね、まあでもそういう予定もありますんで、はい、あのぜひ早いうちにですね、はい、コンタクトしていただけると、その、陽気な、うん、アメリカ人と一緒に演奏ができるかもしれませんよ、はい、陽気じゃないかもしれないですけど、うん、多分むちゃむちゃうまいですね。あ、本当ですか、うん、やっぱりプロですよ音が違う、違う、佇まいとか、うん、もう全然やっぱりあの音大卒のなんとかのバンドにいた人しか入れないみたいな。あら、そうなんですね。次元が違いますね。じゃあなんかあんまりフランクに喋りかけてもなんかちょっと悪いなみたいな。いや、でも言葉するじゃないですか、ね、あ、そうですね単語弁でなんかバリバリおめえ何しとんだよこんなとこで何しとんだよサムないんかいみたいな感じのね、お話したら、おー、ヘイ、ボーイみたいな感じで、ね、おー、ゴーって言ってくれますね、いいですね。そういう交流もあります、はい、ぜひ、単語、吹奏楽団ご関心ある方はぜひホームページチェックしていただければと思います、はい、ということで今日はですね、単語吹奏楽団田中団長においていただきまして、定期演奏会のお話聞かせていただきました。それでは、うん、団長、はい、またおいでいただきたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。一目でください。さよなら、さよなら。